レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ今日はなんですけれどね、暴落今回ね初めて、体験しましたということで、この暴落が来てね、思ったこと分かったこと、そして暴落が来た時に、暴落が来る前に思ってたこととね、暴落が実際に来てからそれを経験して思ったことということが、若干変わってきましたので、そのことをね、修正しながら私が今後どのようなね資産形成をしていくのか、これをね皆さんにお伝えしていって、皆さんの資産形成にね少しでも役立っていただければと思います。まずね今回2部構成でいきます。前半戦は資産形成中にすること、そして2つ目はね資産形成後にすることということで、まあどっちにしろね長い間この株式投資っていうのにはお付き合いすることになってくるわけですよね。その中では資産形成中、まあ10年でできるのか20年でできるのか30年でできるのか、それは皆さん選んでいく商品によって違うと思います。ですけれどもね、長い月日を得て我々は資産を形成していくことになると。そうすると10年20年の間にはね、あと2回や3回や4回ぐらいのね、今回ぐらいの暴落っていうのがね、まあ来てもおかしくないわけですよね。そして資産形成後っていうのは、さらに私たちが死ぬまでのお付き合いになっていくということなので、まあ膨大な時間がありますので、その中にも絶対に暴落っていうのが来るわけなんですよね。それに対しての対処法、そしてこの暴落が来た時っていうのは、自分の資産を倍増させるね、チャンスなんですよね。ですけれど、何も考えずに、ぼーっとしてたらね、暴落が来て他のインフルエンサーさんたちがもうね、米国株式はオワコンだ、次は全世界だとか、いや新興国だとか金だとかね、まあそんなこといろいろ言う人がいますよね。今こそねハイテクじゃなくて高配当株だとかね、まあそんなねことを言う人たちがいっぱいいるんですけれどね、まあそれに振り回されずに、暴落っていうのは来るの分かってるんですからね、暴落が来た時にどのように対処していくのか、段取りを組んでいっときましょうというねことになってくるわけなんですね。ですから今回の前半戦では資産形成中に暴落が来た時にどのように対処しておくのか、そして資産形成後どのように対策していくのか、2部でねお伝えしていきたいと思います。まずは前半戦スタートです。はい、ということでね、前半戦進めていきたいんですけれど、まずはね自分が投資をするにあたってどのポジションにいてるのかっていうのをねしっかりと確認してくださいと。今すでにねアッパー層にいてるのか、富裕層にいてるのか、それとも純富裕層にいてるのかっていうねことを考えていただければいいんですけれど、まあ大半の方がね、まあ私は資産をね持っていないね、資産持ってるって言っても、まあせいぜい貯金でね、まあ、1000万、2000万、3000万あたり持ってるぐらいが関の山じゃないのかなと思うんですね。かくいう私、じゃあ貯金1000万あるのかっていうと、ありませんというね、状態になってくるんで、まあ大体貯金1000万以下の方がね、多いんじゃないのかなというふうに思っております。その終わりにはなんですけれど、住宅ローンとか抱えてませんかということでね、住宅ローンが、負債が貯金を上回ってるんじゃないかなということでね、そうなってきますと結果資産と借金で考えた場合に借金の方が多いというね、まあ状態になっているのが、まあ大半の人じゃないのかなというふうに思うんですよね。このね日本っていうのはねすごくおかしい国でね、貯金が1000万もないのに新築の家を建てようとするんですよね。ローンをかけて30年とかね、20何年とかということでね、かけるんですけれど、まずはここがね、大問題ということでね、本来はね、逆なんですよね。まずは若い間に家を買うんだったら、中古のね、まあ数百万円ぐらいの家、もしくはまあ1000万円以下のね、まあファミリータイプのマンションを購入して、まあそこを多少ね、100万ぐらいかけてリフォームをして住むと。そしてお金ができてから、しっかりとね、まあ、資産を形成してからね、まあ、新築の家をね建てると。これもねキャッシュで建てるよりもね、お金ができてから銀行ローンとかね使いますと、まあそのね金利も税制対策に持っていけるということにもねなるんで、お金があってもねローンを組むというのが新築の家を建てる時のねセオリーになってくると思うんですけれど、お金がねあるのに
節税対策でローンを組むのとお金がなくてローンを組むのとではね、まあ運転の差があると私は思っているわけなんですよね。ということなので、まあ、順番さえね、間違えなければ人間っていうのはね、必ずね、日本に生まれていればね、これ世界で貧困な国に生まれてしまうとそういうわけではいけないんですけれど、日本に生まれている方であれば必ずね、資産形成はできるということになってますんで、まずはね、自分のポジション、資産どれぐらい持ってるのかで、負債どれぐらい抱えてるのかっていうのをね、まあ、正確に見ておくのがね、一番重要になってきますよね。そうなってくると貯金1000万あったとしても住宅ローン2000万かけていて、まだ返済がね500万ぐらいしかね終わっていないという場合であれば、500万円差し引きね、負債が多いということで借金生活に入ってる。これで俺は貯金1000万あるからね裕福層だとかね、貯金1000万あるからね、その辺のやつらとは違うぞと思ってても、こういう人たちっていうのが意外と破綻していく人たちが多いと。だから自己破産してる人たちでもそうですよね。持ち入れローン組んでてそれが払えなくなって自己破産していくけれど、そういうね自己破産する人たちっていうのは実は最後の最後まで家を手放さそうとはしないんですよね。ですから本来だったら家だけ手放せばどん詰まりの生活にならない、自己破産しなくてもいいというね、状態になるのに、家を手放したくないというね、一年で最後は自己破産で、ね、家だけではなくて全てを失ってしまうと、まあ、いうね、状態にもなってくると、まあ、ということなのでね、はい、まずは、しっかりとね資産形成をしていくということは、借金があったとしてもその借金をね上回る資産を、まあ、持っておくというのがね、まあ、重要なことに、ね、なってくるということなので、まあ、まずはね、はい、自分のポジションがね、まあ、どういうポジションにあるのかっていうのをね一旦おさらいしてと、そして、まあ、今からね話しさせてもらう内容というのはね、いつもの内容と若干違うんじゃないかと思われるかもしれませんけれど、言うことは一緒ですということでね、まずレバナンス、こちらの方の定期積み立て、これをね、ガチ保していればファイヤーできますよという考えは今でも変わっておりません。ただし暴落が来てからですよね、多少変わったことっていうのがありまして、100人いて100人とも成功する方法っていうのはレバナンスガチ保、もうこれには変わりがないんですけれど、暴落がね今回来て思ったことは、レバナンス、そして SOXL のね、やっぱり2本立てで行くのが一番いいんじゃないのかなと思ったんですね。これは別にノンレバの商品が好きな方であれば、スタンド P と999の組み合わせでもいいですし、まあ組み合わせはね、ご自身で考えていただきたいんですけれど、レバナンスと私はソクルの組み合わせがね、一番ベストになってくるのかなと。そして、レバナンスっていうのは、もうね、株価が下落しようが、暴騰しようが関係なしにね、一定ずつ積み上げていくと、まあこれがね一番で、あとは下落しようが上昇しようが、自分が思ってる金額になるまでは一切売らないっていうね、まあだからレバナンスはガチ法っていうのは変わらないんですけれど、もう一つね、口座を用意するか、それともねもう一つ商品を変えて、まあ、別にレバナンスとレバナンスでもいいんですよ、楽天証券で大和レバナンス、そして SBI 証券で大和レバナンスでもいいですしね、まあ、別に楽天レバナンスでも au レバナンスでもいいんですけれど、まあ、レバナンスとレバナンスを2つ使ってもいいんですけれど、結果ね2つ用意してくださいという話になるんですね。そしてまあ、できたら私は3倍型のレバレッジ商品が一番いいんじゃないかということで、まあ、3倍型のレバレッジ商品を使うんですけれど、このね暴落が来た時に重くそ買うわけですよ。そしてこの暴落がね終わったら、まあ、いつ終わるか分かりませんね、来年1年間もこのような今のね価格帯ぐらいのレンジがねずっと続いていく可能性があるということになってるんで、要はもうこのね暴落局面、レンジ局面が続いている間にね、しこたま SOXL をね購入するわけなんですよ。レバナンス毎月私だったら5万円入れておりますけれど、それ以外の浮いた収入、投資に回せる収入っていうのはね SOXL にね全部ぶち込んでおくんですよね。そうしまして、そのうち株価があと 2,3 年したらね、ぐーっと上がっていきます。私の場合ですと今購入してる SOXL が10倍になればもう、全てね
売却してしまおうと思ってるんですよね。まあ一応私は667株ガチオフしていれば8年で SOXL 送り人達成ですという動画を出してるんで、まあ実際にそうなるのかどうかということで667株だけはガチオフしますけれど、それ以外の SOXL はね、高くなった時10倍超えていった時に全部バスーンと売却してしまうわけなんですよ。そして来たるべき次の暴落に備えるということでね、今回皆さんどうでした？この暴落局面を迎えて SOXL だったら 91% 下落、レバナスでも 60% 以上の下落が来てたと思うんですけれど、この下落中になんで今金ないんだよと、今500万あったらレバナスにぶっ込んでおけば SOXL にぶっ込んでおけばと思ってる人いませんかということでね、そうなんですよね。毎月積み上げていくっていうね、金額はいるんですけれど、実際その暴落が来た時にはね、いつも以上に資金を投入したいんですよね。けれど我々は1ヶ月でもらえるお給料っていうのはそんなに変わりません。毎月ね、そんなにほど増えていかないということでね、なっていきますんで、暴落が来てもね、指くわえて待っとかないといけないという状態になるんですよね。これは資金形成初期でも資産形成ね、後期でも一緒です。出口戦略の前で暴落が来たらどうするんですかと慌てる人が言ってるんですけれどもね、極端な話、明日、ファイヤーしようと思ってたのにと、それがもうバサーンとね、まあ1日で 90% も落ちませんけれどね、まあ仮に落ちたとしてくださいね、うわやってしまったという人がいたとしても、結果これってその暴落、今回のようにね SOXL が 80% も 90% も落ちた時にぶっ込む金額がないからね、困るだけの話なんですよね。ですからここをね用意しておくと、暴落用の資金をしっかりと用意しておくと、そしてその資金ね、1円でも多い方がいいわけですよ。そうするとどういう考え方になっているかというと、今回レバナス仕込みます。これはもう私は10年間ガチホですけれど、 SOXL 今仕込んでおります。この下落局面があと数ヶ月か1年か続くか分かりませんけれど、その期間中にぶっ込めた金額、まあ例えば30万とか100万とか、まあ何ヶ月続いてくれるかによって変わってきますよね、その金額っていうのが。まあ例えば100万ぶっ込めたとして、それが10倍になったら利確しておく。じゃあ1000万の原資ありますよね。その1000万の原資を置いておいて、次の 90% 下落、まあ 90% まで来るかどうか分かりませんけれど、まあ 60%、70%、80% 下落が来た時に SOXL にぶっ込む。そして次また10倍になれば、ね、1000万が10倍になったら次1億ですよ。という話になってきてね、暴落が来た時にぶっ込める資産を確実にね作っていかないとダメだなと。でどうやって作るんだ、 SOXL で作るんだという話になってくるわけなんですね。ですから2つの口座、これ別にレバナスとレバナスでもいいわけですよね。1つのレバナスはもうガチ保養と、1つのレバナスはもうね利益が、レバナスの場合ね10倍まで乗ろうと思ったら SOXL より時間がかかりますので、例えば3倍になったとか4倍になったらもう全部利確するか、もしくは部分利確、別にね自分の商品ですから自分で好きなようにできますから、今安い基準価格のレバナスを仕込んだと、例えば今だったら1万7000円ということなんで、まあそんな1万7000円のそこでね仕込めれる人がいてるのかというとそうではないですから、まあ1万8000円から1万9000円の間でねレバナスを仕込んでおいて、基準価格がまあ7万とか8万とかに上がっていけば、その上がった分だけ売りゃいいんですよね。そしてまた再度、まあ7万とか8万とかまでね基準価格が上がってしまいますと、次、下落したとしても、まあ 50% 下落が来たとしてもね、基準価格が7万やったら3万5000円までしか下がりませんので、まあ、3万5000円のところでねぶっ込んでいくと、それを繰り返していくと、増えたら利確、増えたら利確、これねちょっとまた今日はトークのみでやってますけれど、ちょっとねちゃんとシミュレーションかけて、レバナスがいくら増えたら利確、SOXL が何ドルになったら利確とかっていうのもね、まあちょっと出していきたいかなとは思うんですけれど、そうなんですよ、暴落っていうのはね自分の現金をすごくね膨らましていただける機会でしかないということなんで、まあこの暴落をねうまく使っていけるかどうかっていうのが資産形成初期にね、まあすごく重要になってくることだと。
ここでキャッシュを作る人とキャッシュを作らない人ではね、話にならないと。だから暴落が来る前に思っていたことっていうのはガチホさえしていれば勝てると思ってました。でまあお遊びで売買していればね、暇も潰せますしということだったんですけれどね、いやちょっと違うなと、2つ用意して、商品を2つ用意して、1つはガチホで、1つは今の安い時期に仕込んでおいて高くなったら利確、別にこれ天井で売る必要はありませんからね、自分が満足する金額になったら利確。だから私だったら SXL に100万ぶっ込んでるんでね、10倍ということなんで1000万になったら利確。そして現金をしっかりと手元に置いておいて、次の暴落を待つというねことをしておけば、何のね恐怖も感じないわけですよね。下落した時にはしっかりとのね資産を倍増させるチャンスがやってきただけだと。ただ今回の、暴落を経験した皆さんね、いきなり 60% 下落とか 90% 下落までいくんじゃないと、徐々に下がっていくんで、どの段階で自分の資金をぶっ込んでいくのかとか、この辺はね皆さんの投資センスにかかってくるわけですよね。ですから、まあ、資産形成中に暴落が来た時っていうのはすごくラッキーな話で、しっかりとそこでね安値圏で仕込んで5倍とか10倍にね、簡単になりますが、 SOXL なんて東華さんの一般NISAで持っている SOXL なんて 6.9 ドルぐらいで平均取得単価持ってるんですよね。もう今年ね2回ぐらい2倍にはなってますから、ただね2倍では売りませんから利確はしませんけれども、SOXL 使えばね、ほんとこの底値付近で購入できてる人って2倍や3倍なんてあっという間にいってしまうんですよ。それを使って、まあ、しっかりとね、現金を残しておく、そして次の下落にね備える、暴落に備える、こうなってくると暴落早こい早こいっていうね話になってきますんで、まあ暴落が、来てくれるのがすごく楽しくなる、そして今のこの暴落をすごく楽しめるということに、ねなっておりますので、資産形成中の暴落っていうのはね、自分の資産を倍増させる絶好の機会だというね、ここだけをね考えていただいて、そしてできれば2つ商品を用意して、1つはね5倍から10倍になったら売るもの、そしてもう1つは自分がファイヤーするまでガチョするもの、このね2つを考えていただければいいんじゃないかというふうにね思っております。さあ次は、はい、出口戦略、要は資産形成ができてから暴落が来たらどうするんだ、これにねついてのね動画後半戦でお話ししていきたいと思いますので、まずは前半戦ここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。